今年成人の皆様、無事ネギ成人の昇格おめでとうございます。ネギ成人わかんない人はね、ガンツを見てくださいということで、あの子は何型？血液型の取説。あれ、こういうの大好きなんだよねちょっとなんか性格診断とか、あの血液型診断とかめちゃくちゃ好きなんだよね。あれ、ちなみに血液型なんですけど、 B と O にめちゃくちゃ間違われますが A です。はい、食べた後 A 型どの子？シンプルすぎるだろ。え、待て待て待て、ちょっと待て待て、鶴を折る。いや、あれだ、あれ鶴折っちゃうんだよね。え、でもさ、多分性格的には O じゃない？ O が多分この広げっぱなし、え、丸めるは B じゃない？で、多分畳むが A 型なんだよね、きっと。この診断的にはね。いや、でも春鶴折るけどな。でも鶴折れるって A 型じゃね？決定で春は鶴折ります。違いますちょっとじゃあこの子です。すいません、ちょっとガが出てしまいました。え、 B 型どの子？ B 型はもうぐちゃぐちゃです。 B 型この子です。素晴らしいいや、楽しそうでいいけどね。 O 型この子です。はいはい、正解です。はい、で、これ AB か。正解。12時に駅前で待ち合わせ。 A 型どの子？10分前じゃね？時間前に到着。言い訳して謝る。電車遅れちゃって。普通に遅刻。おはよう。来ない。誰？え、誰ですかこれ？来ないって誰ですか？え、何型の方ですかこれ？まあ A 型10分前だよね。ハールね、ぴったりに着くんだよね、ガチで。ガチで12時待ち合わせにしたら12時ぴったりに着く、ガチで。素晴らしい、あのタイムキーパーです、ハールは。はい、A 型です。B 型どれ？ B 型え、待って、どれだ？え、わかんないんだけど、ハール。A 型以外の正解わかんないんだけど。言い訳して謝る。普通に遅刻はマイペースか。マイペースかもしれん。 B 型じゃない？あー、やっぱそうだ。え、で、 O は多分言い訳して謝るね。これだね。じゃあ AB だ、来ないやつ。はい、これだ AB。 本当に AB 型の人って本当に来ないの？いや、でも聞いてほしいことがある。ハールの友達ってね、ハールのことをめちゃくちゃ分かってんのよ。理解してくれてんのよ。だから雨降るとあいつ来ないって分かるんだよねちょっと雨降ると、あ、ハール来ないな今日って、あの、察してくれるんだよね。すごくいい友達と思った、うん、すいません雨で行かなくて。はい、なんか暇だな。 A 型どの子？ DVD 見ない。何見るの？ DVD 見ない。いいよ、いつ見る？ DVD 見ない。丸見たい。 DVD 見ない。買い物行かないあ、これぶつかっとるやん。これちょっと違うね。 A 型どれだ？いいよ、あ、これかも。いいよ、いつ見るかも。待って、ハール何見るのって送るな。でもハール、とりあえず何見るか気になるな。ってことはハール、血を信じていいのか？己の血を、己の血筋を信じるとこれだな。 A 型の答え違ったハール A じゃないか、もしかして。血液検査受けてみるか。いや、なんかでも母ちゃんにはあんた A 型だよって言われたんだけど、もしかして嘘を教えられた可能性を感じてるんだけど今。いいよ、いつ見るかな、多分。そしたら、はい、正解。 B 型どれ？え、買い物行かない。ぶつかってるからこれじゃない？偏見すごいけどね、これ。あ、違うんだ。あ、何見たいか、多分。え？え？え、違うの？え、B 型これは何見るのって。いや、普通じゃない？いや、すごいよ、 B 型の偏見すごいけど、まあ、これ多分血液型占い的にはそういうなんかちょっとガが強いとこが出てんのかなって思っちゃうだけであってね、うん。そしたらこれなんだ。あ、はる、 B 型の血筋持ってんな。O 型どの子？ O 型何みたいじゃない？正解。 AB 型がこれ、買い物行かないってドンパチするやつ。肝うまグルメ。 A 型どの子？これ食べたら雰囲気良くなるよね。食べる。やっぱいらない。直感でうまそう。食べる。前勧められたやつ美味しかったな、食べよう。え、これな、人多くね？この舌は関係ないのか。いや、あれ多分ね、ガチで食べたくないやつは食べないね別に雰囲気良くなるよねとか考えないな、ハール。え、なんだろう、食べる、やっぱいらない。あ、でもやっぱいらないかも。ハール、これだな、この子だわ。 A 型違う。え、イカれてるよねこの2つ直感でうまそう、食べる。え、これ A なわけなくねって思うんだけど。 A っぽくないけどな、これか。あ、そうなんだ。 B 型どれ？直感で食べる、うまそう。あ、そうなんだ。 O 型どの子？これ食べたら雰囲気良くなるよね、食べる、じゃない。 O 型いいやつだな、マジで
大型の人ってめっちゃいい人だね。A B 型は食べるやっぱいらないか。はい、はじめまして。 A 型どの子、はじめまして。愛想笑い全開、はじめまして。いつも通り、はじめまして。名乗るだけ、はじめまして。気合入ってるR1 名乗るだけです、ね、とりあえず名乗るわ。とりあえず名乗るけど様子伺うね。ハールだいぶなんかハール血筋的にはここだね。違う、やっぱ血筋違うな。で、アイス笑いが A なんじゃね。あーやっぱそうか。 B 型どれ。あ、どうもいつも通りが B じゃね。マイペースみたいな。うわ、素晴らしい素晴らしい。O型どの子。あ、気合入ってんじゃない。 O 型めっちゃ気使うからさ、気合入ってんじゃない。いや、素晴らしい、分かってきた。 O 型の人の気持ちが。いや、気合入ってていいと思うけどね。 AB 型がこれ名乗るだけ。ヒロシの家誰。急に何。 A 型どの子。迷う。あれ、ワンピース10巻どこ。漫画の続きを探す。自分の家礼儀正しく。そわそわ。あ、お構いなく。え、ハールね、これだねガチでこれだね。初めて人んちのさ家行くとこうなるね。なんか座どこに座っていいのかわかんないし、マジであの全然あのブルブルしてる。こ、怖すぎてこんなことできない。マジで自分ちのように寝るなんて選択肢ハオリないね。これ絶対 A だね。ハオリが A だから。よし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 。 B 型どれだ。 B 型はいや、これ多分一番トリッキーだから AB だと思うんだよね。ワンピースの続きじゃね。これが B だね。おい、分かってきたぞ。 O 型はどの子。迷う。あれ、これが O だな。違う。え、どうしたの急に。テストえ、お前さっきまで O 型めっちゃいいやつだったじゃん。なんで急に勝手に人のベッドの上で寝るようになっちゃったの。いや、これ意義ありなんだけど、マジで。おい、どうしたんだよ。え、O 型って二面性あんの。すげえ違うんだけど、さっきとは。これ AB か、正解。ララ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 ラ